上最多32匹のカブトムシクワガタが最強をめぐりぶつかり合った。最後に残った強者4匹の戦いの火蓋が今切って落とされる。出場戦中紹介。1回戦セアカ二股クワガタを撃破。2回戦沖縄平田クワガタを撃破。ブロック決勝グランディス大クワガタを撃破。 A ブロック優勝ヘラクレスオキシデンタリスカシャン。1回戦国産平田クワガタを撃破。2回戦国産大クワガタを撃破。ブロック決勝ヘラクレスヘラクレス撃破。 B ブロック優勝アトラスオオカブトニクロム。1回戦ウエスターマン平田クワガタを撃破。2回戦帝王平田クワガタを撃破。ブロック決勝先島平田クワガタを撃破。 C ブロック優勝スマトラ大平田クワガタルシファー。1回戦チェンクリンク大クワガタを撃破。2回戦ラコーダールスヤクワガタを撃破。ブロック決勝スラメシ大平田クワガタを撃破。D ブロック優勝タランドゥス大地役クワガタ決戦。第4回ミドル級グランプリ決勝トーナメント。準決勝第1試合青コーナー無敵の皇帝ヘラクレスオキシデンタリスカシャ85mm。 赤コーナー重戦車アトラスオオカブトニクロム 86mm。 レディーファイター。さあ始まりました第4回ミドル級グランプリ決勝トーナメント。右がA ブロック優勝ヘラクレスオキシデンタリスカシャ、左が B ブロック優勝アトラスオオカブトニクロム。丸見宿わずの後を継がんという勢いで勝ち上がってきたヘラクレスオオカブトカシャ、そしてこちらも圧倒的な調子で勝ち上がってきたアトラスオオカブトニクロム。ブロック決勝ではヘラクレスヘラクレスを倒しています。ヘラクレス2立てなるかといったところです。さあ前出てくるのはアトラスオオカブト。ヘラクレスオキシデンタリスを3本のスプーンで抱え込んで土俵際へ運んでいく。ヘラクレスオキシデンタリス苦しい、もう土俵際だ。アトラスオオカブトの怒涛の攻め。いやしかしヘラクレスオキシデンタリス角の先っぽのくぼみの部分でアトラスオオカブトの足を捕まえた。油断ならぬサブウェポン反撃にリードするヘラクレスオキシデンタリス、そしてその隙をついてこいつを外して反撃で反撃でだ。回り込んでヘラクレスオキシデンタリス自分の形を作った。抜け出すだけではなく一瞬にして自分の形を作ったガッツリドロックしてヘラクレスインフェルノの形を作る。一気に持ち上げるかヘラクレスオキシデンタリス、おっと両者転落、両方落ちた。さあ続きまして2本目、両者ともにまだまだやる気満々、決勝トーナメントに進むだけあります。投資のルツボ前へ前へ出ていく。アトラスとオオカブトの方が攻め立てていく、前へ前へ攻めていく。なんとか紙一重でかわしてはいるがヘラクレスオキシデンタリスぐいぐいぐい押していく。アトラスオオカブトの圧力苦しいか、土俵際に追い詰めていく。アトラスオオカブトヘラクレスオキシデンタリス追い詰められた土俵際。さあ前出ていくアトラスの圧力が苦しい、いやアトラスオオカブトの圧力に対し横方向へエスケープ、なんとか逃げたオキシデンタリス。しかし今度は土俵の下方向の方に追い詰められてしまった、苦しいぞ。しかしオキシデンタリスこの状況でも虎視眈々とアトラスオオカブトの隙を慎重に伺っている。アトラスオオカブトも一瞬も気を抜くことができない。さあじわ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 圧力をかけていくヘラクレスオキシデンタリス。
アトラスが一瞬でも隙をさらせばお前を持ち上げてやるぞと挟み込もうと前へ前へ出ていく。アトラスもそれを察してかゆっくりとゆっくりと下がっていく。さあヘラクレス特進たちどうする、アトラスオオカブトどうする。さあアトラスが攻めていく。いやそれを持ち上げたヘラクレスオキセンタリス、カウンターだ。合わせたアトラスオオカブトの攻撃に合わせる形で一気に持ち上げた。ヘラクレスインフェルノ炸裂、ヘラクレスオキセンタリス、アトラスオオカブトが突き上げる瞬間を刈り取った。ヘラクレスオキセンタリス決勝戦進出。ヘラクレスインフェルノによりヘラクレスオキセンタリス勝利。準決勝第2試合、青コーナーザ天使スマトラ大平田クワガタルシファー73ミリ、赤コーナーダイヤモンド要塞タランドゥス大津屋クワガタ鉄線73ミリ、レディーファイナル。さあ準決勝第2試合は、右が C ブロック優勝スマトラ大平田クワガタルシファー、左が D ブロック優勝タランドゥス大津屋クワガタ鉄線。さあスマトラ大平田クワガタ C ブロック平田クワガタブロックを勝ち上がってきました。対するタランドゥスの方はね、1回戦大クワガタ、2回戦ツヤクワガタ、ブロック決勝平田クワガタと多種多様な種類を打ち破ってまいりました。さあ始まった。下から潜ったのはスマトラ、いやそれを外してタランドゥスが下から潜っていく。それを受け止めたスマトラ大平田クワガタ一旦外して左に刺した。下から入ったのはスマトラ、目まぐるしい刺して争い。下から入ったスマトラが持ち上げる。そのまま一気に畳みかけていく。いやしかしタランドゥスなんとか持ちこたえました。下から潜って自らの自慢の足腰を生かせる形に入った。さあタランドゥスパワフルな戦いを今まで繰り広げてきましたが、スマトラ大平田もそれはしかり。あ、持ち上げたのはタランドゥス大津屋クワガタ、パワーで上回るのはタランドゥスか。いや形で勝ったか今のは。持ち上がったスマトラ大平田クワガタ持ち上がった。しかしこれはなんとかリングに戻ってきそうな執念深さスマトラ大平田クワガタ。もう多分この種類自体が執念深いんだろうね。さあ戻ったスマトラ大平田クワガタ、なんとか持ち上げが押していくのはタランドゥス大津屋クワガタ、前へ前へ出ていきます。あーしかしなんとかその突進を止めているスマトラ大平田クワガタ。どちらもね1回戦2回戦ブロック決勝とパワフル、ちょっとパワーで負ける感じはしないなっていうスタイルの戦いぶりを見せてくれましたが、どちらもそれは同じ拮抗しております。素晴らしいパワーだ。さあしかしやっぱり下から潜ってる方が重心が下の方にいる。ゆっくりじわじわ押していくのはタランドゥスの方か。ゆっくりゆっくり押し込んでいこうという動きタランドゥス。さあスマートラを平たく上がった。こっから体勢を変えたいところ、ちょっと振りほどこうとする動きだが、しかしタランドゥスがもうガン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 前に出ていくから、下手に外したら一気に潜り込まれて土俵の外に叩き出されてしまうことでしょう。苦しいぞスマトラ、この強敵相手からなんとかチャンスを作って外した外した外して上からなんだ、あー上からもう一度挟んでしまったスマトラ大平田クワガタ。苦しいぞ今のね。一旦タランドゥス大津屋クワガタの顎を束ねて、そっからいい体勢作ろうとしていたんでしょうが、タランドゥス前へ前へ出ていってそれをさせなかった。タランドゥスもほら前にほら力もうガンガン入れてるでしょ。これね外れた瞬間にもう前へガッていきますよ。さあスマトラ大平田クワガタそれを分かっているから、この不利な体勢を外せない。下手に外したら決められる。タランドゥス大津屋クワガタ押していく押していく。さあスマトラ大平田クワガタ苦しいぞ。あータランスが前で出ていく。土俵際に来たスマトラ、いやしかし外した。右ナゴを刺した、右組み右ナゴを刺した。そしてスマトラ回り込んでいって、そしてタランドゥスの足を取りながら突進、一気にチャンスを掴んだ。前へ前へ出ていくスマトラ大平田クワガタ、またも右ナゴを刺したら右組み、いやパワーで上回ってるのはタランドゥスか、タランドゥスか、タランドゥスか、タランドゥスか。いやここは分からない。あーもうどっちがパワー上回ってるのか、おそらくどういう組み方をするかによってもう決まるでしょう。パワー拮抗状態。そしてスマトラ大平田クワガタタランドゥスの足を取っている。
さあ、このタランドゥスの苦しいところ、パワーこそあるが、足もね、顎も短くて、ちょっとずんぐりむっくりな体型してるから、スマトラオヒラテクワガタの方がちょっと顎が長い。その差を生かされている。前へ前へ出ていく。スマトラオヒラテクワガタ。タランドゥス、追い詰められている。苦しいぞ。苦しいぞ。苦しいぞ。前へ出ていくのはスマトラオヒラテクワガタ。スマトラオヒラテクワガタ。持ち上げるか持ち上げるか。タランドゥス、浮きそうだ。浮きそうだ。土俵の外に出ていきそうだ。ほぼもう、もう木の丸太の裏側にいる。苦しい。そこね、足引っかからないからね。樹皮じゃないから。木の皮じゃないから、そこは。さあ、苦しいぞ、タランドゥス、オーチャークワガタ。ああ、首の皮一枚で繋がってるタランドゥス、なんとか自分の形に持ち込みたいが、今度はスマトラがもうガンガン前に出て、それをさせない。いや、タランドゥス、四つに組んで、グリッと、その短く曲がった顎を使って、下からグイグイグイと押し上げていくタランドゥス。巻き返すか、巻き返すか、いや、させないスマトラ。少し回り込んで、タランドゥスの顎の形を封殺して、ほらタランドゥス挟めていない、この形苦しいぞ。さあスマトラ爪を誤らない、一気に押していく。タランドゥスを捕まえて力を挟んで持ち上げた、必殺のパワフルバイセップ。さあタランドゥス、これ耐えるか耐えない。スマトラ大平田クワガタ一時は押されながらも、このパワー勝負を制して決勝戦に勝ち上がりました。強いスマトラ大平田クワガタルチは決勝戦進出。パワフルバイスによりスマトラ大平田クワガタ勝利。決勝戦青コーナー、無敵の皇帝ヘラクレスオキシデンタリス感謝 85mm。 赤コーナー打天使、スマトラ大平田クワガタルシファー 73mm。 レディーファイト。さあついに決勝戦、第4回ミドル級グランプリ、合計32匹が集った史上最大規模のトーナメント、最後に残ったのはこの2匹。右 A ブロック優勝ヘラクレスオキシデンタリスカシャ、左が C ブロック優勝スマトラ大平田クワガタルシファー。どちらもスピードパワーテクニック全てが揃ったトータルファイターでございます。本当に強いんだよねこの2匹。さあ決勝戦まで残ったこの2匹がビビるはずもなし、前へ前へ出ていく。先手を取ったのはスマトラ大平田クワガタ、ヘラクレスオキシデンタリスの左前足をロックへ挟み込んだ。スマトラ大平田クワガタ、ここまでだいぶパワフルな印象を受ける選手ではありましたが、やはりテクニックもズバ抜けております。ヘラクレスオキシデンタリスの足を取って力を封じ込めて前進。ヘラクレスオキシデンタリス苦しいスタートとなりました。さあしかしオキシデンタリス、これで諦めるはずもなし、突き上げ突き上げ、なんとか振りほどこうとするオキシデンタリス、角で突き上げて強引に振りほどこうという動きか、オキシデンタリス。だから突き上げて、いやこれをかわした、かわしたというかそれに合わせる形でさらにいい形を作ったスマトラ大平田クワガタ、一気に押していく、前へ出ていく、前へ出ていく、前へ出ていく。ヘラクレスオキシデンタリスを圧倒、あそこまでの強さを見せたオキシデンタリスを、まさかまさかこんな圧倒圧勝で終わってしまうのか、決勝戦まさかまさかもう終わってしまうのか。スマトラオフィラタクワガタ強い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 、土俵際へ追い詰めた。首の皮一枚でつながっているヘラクレスオキシデンタリスですが、これは苦しい。スマトラオフィラタクワガタ強い強い強すぎる、こんなに強いの恐ろしい。スマトラオフィラタクワガタ押していく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 、もう厳しいか。オキシデンタリスほぼほぼ足がかかっておりません。もうちょっと木の皮からも剥がれてね、あの木の皮の丸太の切り株の部分になんとか足かかっていますが、ここ足ちょっとかかりにくい場所、樹皮がある場所に戻りたいヘラクレスオキシデンタリス。しかしスマトラそれをさせるはずもない。スマトラオヒラタクワガタ強い、オキシデンタリス厳しいが、スマトラオヒラタクワガタどうする、オキシデンタリスどうする、こっからどうにかする策はあるのか。スマトラオヒラタクワガタを前にどうする。さあオキシデンタリス、オキシデンタリス回り込みに行く回り込みに行く回り込みに行く、
土俵の内側に戻っていくオキシデンタリス。しかしスマートラを置いたカグナ、その隙をついてがっつりとさらに深く挟み込んだ。足のロックはそのままに、というか足のロックは頭で支える。そして足を浮かした状態でさらにヘラクレスオキシデンタリスの首根っこをがっつりとロックしました。これは苦しい。スマートラを開いたカグナ、うまいうまい、えげつないスマートラを開いたカグナ、ヘラクレスオキシデンタリスにまたまた何もさせずにグイ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 押していく。オキシデンタリスボコボコだボコボコだ。オキシデンタリスなんとかなんとかなんとか反撃したいが、ぐるぐる回るぐるぐる回るオキシデンタリス、振られていくオキシデンタリス。確かにぐる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 回れば押されこそしても土俵際に追い詰められることはありません。いやスマートラその狙いを分かってか再度ぐるっと振って押していく。土俵際に追い詰めていくスマートラ大平田クワガタ。しかしねこれ今の状況、スマートラ大平田クワガタちょっと頭が浮きがちになってしまっていますから、ここから投げを打つのは難しいか。下にもうちょっとね頭を下げて持ち上げたいスマートラ大平田クワガタ。この状況ではよりしかできることがないスマートラ大平田クワガタ。いやお構いなしお構いなし、グイ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 押していく。さあこのオキシデンタリスの大パワーを強引に押していくのスマートラ、スタミナ使いそうなもんですが、お構いなしお構いなし、押していくスマートラ大平田クワガタ、押していく押していく押していく、土俵際に土俵際に追い詰めていこう追い詰めていこうという動き、押していくスマートラ大平田クワガタ。オキシデンタリス苦しい苦しい苦しい、いや外れた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 が外れたが、スマートラ攻めの手を緩めない緩めない緩めない、頭が下がった頭が下がった。ここから投げも選択肢に入ってくるとスマトラ大平田クワガタ、ヘラクレスオキシデンタリス耐える、防戦一方防戦一方、押していくスマトラ大平田クワガタスマトラ大平田クワガタスマトラ大平田クワガタ、オキシデンタリスをボコ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 だ、一方的だスマトラ大平田クワガタ、強い強い強すぎる。ここまで凄まじい強さで勝ち上がってきたヘラクレスオキシデンタリスでしたが、ここまで追い詰められることになるとは思ってもいませんでした。押していく押していくスマートラ大平田クワガタ、強すぎる。さあ押していく、もうね最初に追い詰めた場所の対角線上ですもんこのヘリの部分。さあ押していくスマートラ大平田クワガタ、いやいやちょっと外れそうだ外れそうだ外れそうだ。オキシデンタリスこの苦しい状況から抜け出すことに成功するか、一発突き上げを打って、さあもう一発突き上げるか、いや逃げている逃げている、一旦下がったオキシデンタリス、一旦外れた一旦外れた一旦外れた。しかしスマトラ大平田クワガタ乗りに乗っていく、前へ前へ出ていく、攻めていくのはやはりスマトラ大平田クワガタ。しかしさっきよりはさっきよりはオキシデンタリスいい形になりました。しかし攻めているのは依然としてスマトラ大平田クワガタ。でもオキシデンタリスこの状況なら突き上げをかすってはいる。さあクリーンヒットはしていないが突き上げ一発ヒット、オキシデンタリス突き上げて突き上げてスマトラが攻めて、土俵のヘリでの攻防だ。さあスマートラが攻めているが、オキシデンタリスもこれチャンスあるぞ、盛り返してきたオキシデンタリス、オキシデンタリスチャンスあるぞ、捕まえた捕まえた捕まえた、オキシデンタリスが捕まえた。驚いたスマートラ一旦下がって一旦下がって体勢を取り戻す、前に出ていくオキシデンタリス。しかしオキシデンタリスもう一発の突き上げに対しスマートラ大平田がカウンター合わせた。オキシデンタリス一撃の突き上げでスマートラを下がらせて、そこから前に出てもう一発突き上げようというところでスマートラそれに合わせて体の軸をずらして横についたスマートラ大平田クワガタ。ヘラクレスオキシデンタリスの起死回生の一撃しのぎきりました。スマートラ大平田クワガタ戦いがうまいうますぎるスマートラ大平田クワガタ、ここまでのテクニックを見せてくれるとは思ってもいませんでしたスマートラ大平田クワガタ。さあさらに攻めていく、持ち方を変えていくスマートラ大平田クワガタ、前へ前へ出ていく、一旦崩れたスマートラ大平田クワガタ、いや崩れきれないスマートラ大平田クワガタ、攻めていく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 、オキシデンタリスを攻めていく、前へ前へ出ていく、一旦逆方向に持ち方変えたスマートラ大平田クワガタ。しかしオキシデンタリスこの形はちょっとオキシデンタリスの方が嬉しいのか、前へ出ていくとオキシデンタリス、さあスマートラ大平田クワガタ厳しいと見るか、持ち方もう一度持ち直した横についたスマートラ大平田クワガタ。さあ決勝戦にふさわしい激闘になってきました。合格とはちょっと言い難いスマトラペースの戦いではありますが、オキシデンタリスも最初の劣勢を盛り返してきた、この形からなら十二分に逆転ありうるぞオキシデンタリス。決勝戦にふさわしい激闘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 、どっちが勝つのか、オキシデンタリスかスマトラか、一旦膠着状態だ。さあどうする、次はどう動く、どっちから攻めていく、どっちが前に出る。さあ動くのはスマトラ大平田クワガタか、スマトラが横から攻めていく横から攻めていく、それを受けてたとオキシデンタリスが捕まえた、突き上げて
おっとスマトラオイラとかが背中が向いている背中が向いている。そこを逃さないオキゼンタリス、前へ前へ出ていく。スマトラ逃げてしまうのか。いや前へ戻ってきた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 。まだやる気あるぞスマトラオイラとかが。オキゼンタリスは当然やる気満々だ。前に出た前に出て、もう一度組んだもう一度組んだ。オキゼンタリスの突き上げが、いやスマトラはそれをかわしながら、力比べか力比べか、五分の形だ両者。オキシエンタリスの頭角がスマトラの下に入って、いや一発突き上げたところをスマトラかわして、再度横についた横についたスマトラオイラダクワガタ、うまいうまいうまい。これではヘラクレスオキシエンタリスの角の突き上げは空振っております。スマトラオイラダクワガタ横について前へ前へ出ていく前へ出ていく、寄っていく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 、追い詰めていく追い詰めていく。スマトラオイラダクワガタスマトラオイラダクワガタ強い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 。ヘラクレスオキシエンタリス追い詰められている。投票際苦しいぞ。しかしスマートラ大平田クワガタも投票のねこの側面の部分に回ってしまい、ちょっと足がかかりにくいかといったところ、ちょっと苦しいかもしれない。しかしそれはオキシエンタリスも同じこと。さあオキシエンタリス自らの足で強引にスマートラを剥がそうとする動きもしているんじゃないでしょうか。さあオキシエンタリスここからどうする。攻めているのはスマートラ大平田クワガタ。さあ一旦膠着状態、どう動こうというのか。オキシエンタリススマートラ大平田クワガタ、なんたる名勝負、素晴らしい戦いでございます。決勝戦、ここまで決勝戦にふさわしい戦いが見れるとは思ってもいませんでした。素晴らしい戦いだ。さあ攻めていくのはスマトラか。一旦外れた一旦外れた一旦外れた。ヘラクレスオキシエンタリスは一旦土俵の内側に戻ろうと、湿地を回復しようとする動きか。いやしかしスマトラの方は攻めていく、前へ出ていくのはスマトラ大平田クワガタ、追い詰めていくオキシエンタリス、追い詰めていく、回復しようとする、下がっていくオキシエンタリス、それを攻めるスマトラ大平田クワガタという動き。スマトラが攻めていくスマトラが攻めていくスマトラが攻めていく、しかしこれをしのいでいるオキシエンタリス。真っ向から入ったオキシエンタリス、真っ向から入った。そしてそしてオキシエンタリス回り込みの甲斐あって、ただいま土俵際に追い詰められているのはスマトラ大平田クワガタ。オキシエンタリス追い詰める形になった。スマトラスマトラスマトラが土俵際に追い詰められている。オキシエンタリス突き上げて突き上げて押していくのはオキシエンタリス。逆転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 、1点攻勢。オキシエンタリスが攻めていく攻めていく、オキシエンタリスが攻めていく、オキシエンタリスが攻めています。前へ前へ出ていくオキシエンタリス、オキシエンタリス。スマトラ大平田が追い詰められた、スマトラ大平田が追い詰められた。苦しい苦しい苦しい。スマトラ大平田がどうするどうする、これ苦しいぞ。オキシエンタリスなんたる戦闘センスね、えスマトラが攻めたところにぐるっと回り込んで湿地を回復、そしてスマトラが逆に、ね、追いかけた結果追い詰められる形にスマトラ思ってもいなかったか。さあオキシエンタリス1点攻勢、大チャンス。今まで攻められっぱなしのオキシエンタリスでしたが、ここでチャンス回ってきました。これはオキシエンタリスのターンだ。強い強いぞスマトラ、強いぞオキシエンタリス。素晴らしい戦いだオキシエンタリス。オキシエンタリスここからどう攻めるか、下手に動けないか。このチャンスを逃したらもうチャンスは回ってこないかもしれない。スマトラ大平田クワガタ、ここここ一歩間違えばヘラクレスオキシエンタリスに叩き落とされるところ。どうするスマトラ大平田クワガタ、ヘラクレスオキシエンタリス。さあこの激闘とうとう決着なるか。スマトラどうする、オキシエンタリスどうする、どうする、動けないか動かないのか、それとも動けないのか、下手に動けないのか。両者慎重に慎重に立ち回っております。どうするどうする、下手に動けば負ける、達人の領域ですね。さあヘラクレスオキシエンタリスどうする。ちょっとずつ動いてるのはヘラクレスオキシエンタリス、一方でスマートラの方はちょっと動けないのか、それともオキシエンタリスが動いたところでカウンターを合わせようという狙いか。さあどうする、さあどうする、動いたらオキシエンタリス攻めていく、スマトラがロックした、スマトラがロックした、スマトラが攻めるか。いやしかし足場が苦しすぎる。ヘラクレスオキシエンタリス勝利、スマトラ大平田クワガタ転落。激闘を制し第4回ミドル級グランプリを制したのはヘラクレスオキシエンタリス。勝者、強い、本当に強い、強かった、強い。ヘラクレストルネードによりヘラクレスオキシエンタリス勝利。いやーいい形こそ持ったんだけど苦しかったね。ほらここ木の皮の部分にもうちょっと足がかかってないから力を出し切れなかった。
ここで押そうとするんだけど、オキシエンタリスの突き上げに抗うことができなかった。スマトラ王平田クハガタ追い詰めてはいたんですが、大逆転負け。ヘラクレスオキシエンタリスの辛抱強さが勝る結果となりました。ヘラクレスオキシエンタリス、すごかったな本当に。第4回ミドル級グランプリ優勝、ヘラクレスオキシエンタリス、勝者。